はい、どうも皆さん、こんにちは、エゼッコです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイとの相性抜群、対象者限定で、Yahoo ミアム会員が1年間無料に、4月はセブンイレベルで PayPay ペイペジャンボということで、今回は PayPay ペイペイと Yahoo ミアム会員に関する情報についてですね、この動画ではタイトル通り、PayPay ペイペイのキャンペーン、そして、プ a ヤフープレミアム会員がもしかしたら12ヶ月無料で利用できるかもしれないですよ、っていうことについてお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう ということで、まずは PayPay ペイペイのキャンペーンからですね、こちら本日発表されました3回に1回の確率でいずれかが当たるセブンイレブンアプリから PayPay ペイペイで支払うと抽選で PayPay ペペジャンボ1等最大1000%戻ってくるキャンペーンということですね。で、こちらのキャンペーンなんですけども、2021年の3月29日、まあ今月末あたりですね、そこぐらいから4月の27日までのキャンペーンとなってます。で、このキャンペーンなんですけども、抽選になるので、確実に何ト戻ってくるっていうわけではないので気をつけてください。 で、クレジットカードに関しては、Yahoo ーカード以外のクレジットカードは対象外となってますんで、気をつけてください。で、キャンペーンの内容なんですけども、先ほどもお伝えした通り、セブンイレブンのアプリから PayPay ペイペイで支払ったら、下に出てるような PayPay ペイペイボーナスが付与されるということになってます。3等が1%、2等が100%、1等が決済金額の1000%ということで、まぁ、あ、今回ポイントとなるのはここですね、セブンイレブンのアプリから PayPay ペイペイでの決済っていうところがポイントです。まあ、今現在ね、開催中の イレブンとペーペーのキャンペーンもこういった条件となってますんで、まあ、ほとんどの方がまあ慣れてきてるのかなというふうに思います。 ちなみにどんな風になるのかと言いますと、これがセブンイレブンのアプリとして、実際に開くとこんな感じとなります。これはセブンイレブンのアプリと PayPay ペイペイを連携した状態ですね。で、この真ん中下の支払うっていうところをタップしたら、ご覧のような PayPay ペイペイで決済する画面、いつも通りの画面が出てくるので、これで決済すれば、決済金額のうち1等、2等、3等、どれかが当たるということになります。まあ、抽選になるので確実じゃないので、まあ、当たったらラッキーかなっていう感じで参加する程度が僕としたらちょうどいいかなという風うに思います。続きまして、ちょっとサムネの の通りのこちらヤフープレミアム会員のお得な情報ということで、まあ、今日ですねちょっとツイッター上でかなり話題になっておりまして対象者限定でもしかしたらこのヤフープレミアム会員が12ヶ月無料になるかもしれないということについてお伝えします でどんな風に無料になるのかということでまずこの公式ページをちょっと見ていただきたいと思います Yahoo! トラベルの特定のお客様への限定オファーこのページからの登録で Yahoo! プレミアム月額508円が無料でお試しいただけますまあ、ここにも出てる通り Yahoo! プレミアム無料でお試しキャンペーンということでしかもですねお試し期間が先ほどお伝えしたご登録から最大12ヶ月っていうね結構やばいですよねここにも出てる通り最短1クリックで手続く 完了とということで、まあ、一応す、ね、すすぐに確認することができますでご自身が対象かどうかの確認方法なんですけども、今この画面では、この Yahoo Japan ID でログインって一番下に出てると思います。まだちょっとこの画面ではログインしてないので、ここでご自身が対象かどうかチェックすることができます。で、例えばなんですけども、こちらの画像は対象外の方の画面となってまして、こちら、残念ながらキャンペーン対象外ですって出てる方は、この12ヶ月無料のキャンペーンについては対象外ということになります。 で、次、こちらのパターンもありますね。あなたはすでに Yahoo プレミアムに会員登録済みです。プレミアム会員をご活用ください。ということで、というのもですね、まあこれ僕自身の画面なんですけども、Y モバイルを僕自身は契約しているので、Yahoo プレミアム会員はすでに入ってるというような状況となってます。ちなみにソフトバンクユーザーの方も Yahoo プレミアムについては無料となるので、まあおそらく僕と同じような画面が出てくるかなというふうに思います。なので、一旦このリンクにアクセスをしてご自身が対象かどうかっていうのをまず確認する必要がありますね。一応 Ah、トラベル特定のお客様って出て出るんですすすけどもままずはアクセスして試すぐらいがいいいがかなと思いますでですね、まぁ、あ、ちょっと画面をいろいろ下がると、まぁいろいろ出てるんですけども、キャンペーンの詳細に関しては画面の下の方に出ております。まず対象者として、対象の Yahoo Japan ID でこの専用ページにログインをして、ページ内の登録ボタンから Yahoo プレミアム会員の登録完了された方が対象となります。で、ここにもコメ印も出てる通り、本特典は対象者を限定とさせていただいております。具体的な適用 条件についてはお答えできませんのであらかじめご了承くださいということでまあ、ちょっとね Twitter でいろいろ見る限りは対象かどうかっていう条件は本当人人によって結構バラバラみたいなのでもしかすると対象もしかすると対象じゃないっていうのがもう実際にこの画面からログインしないとわからないみたいですねで特典内容なんですけども元々もと Yahoo プリミアム会員月額の会員費として508円かかるんですけどもそれが12ヶ月無料になるとこれ結構熱いですよねですけどもこのページ以外から Yahoo プリミアム会員の会員登録を 行った際は12ヶ月分の無料特典というのは適用されないのでここは注意が必要ですねとりあえずこのキャンペーンのリンクにアクセスをしてそこからの登録が条件ということになりますで申し込み期間は3月の8日から6月の30日まで まあ結構長いですね。で、ヤフープレミアム会員費の無料特典期間ということで、とりあえずその本日申し込んだら申し込み当月を含めた12ヶ月間と、その間がヤフープレミアム会員費が無料になるという期間ですね。で、その12ヶ月ついた13ヶ月目以降に関しては、 なんでですね、自動解約になるんですよ。なので、会員費が自動的に発生しないので、これが結構強いんですよね。もともとね、サブスクリプションとかに関しては、自分で解約しない限りずっと会員費とかがもともと発生するんですけども、ここにも出てる通り、この専用ページ経由で会員登録をして、その後登録を解除しなかった場合、会員費はどうなりますかという質問に対して、 アンサーはここ。会員費無料特典期間が終了すると、Yahoo プレミアムの会員登録が自動で解除されますので、お客様ご自身で登録を解除されなくても会員費は発生しませんということなんですよね。これ結構熱いですよね。なので、もし対象者の方で12ヶ月入れたとしても、もうすでにもう Yahoo プレミアム自体は使ってないっていう方もいらっしゃるかと思うんですけども、そういった方でも入りっぱなしの状態でも全然問題はないということですね。熱いですね、ここも含めて。で、ここまで お伝えしななながらも実際ののの、ah、プレミアム会員のメリットは何なのかというところなんですがまぁ、あ、ちょっと簡単にピックアップをしていこうと思います。まあ、僕なりに3つに分けてみました。まず1つ目なんですけども、やっぱりここが強いですね。PayPay ペイペイ還元率アップということで、まぁ、PayPay の還元率といか、PayPay ペイペイのキャンペーン時の還元率アップっていうところがかなり強いかなと思います。まあ、分かりやすい例で言うと、今現在絶賛開催中の超 PayPay ペイペイ祭りですね。こちらのキャンペーンが結構分かりやすいかなと思います。 例えば、今ここにも出てる通り、Yahoo ミアムでお得ということで、今こちらにも出てる通り、セブンイレブンアプリで使って最大20%戻ってくるキャンペーンですね。まあ、実際のですね、公式ページを見ていただければ結構わかりやすいかなと思いまして、こちらが今絶賛開催中のセブンイレと PayPay ペペのキャンペーンと。まあ、ここにも出てる通り、3月の8日から3月の26日までの19日間の間、まあ、ちょっと日付は若干経ってはいるんですけども、ソフトバンク、ワインボイル、スマホユーザー、それに加えて、 ヤフープレミアム会員だと、セブンイレブンでペイペイ決済をした場合20、20%付与されるっていうことなんですよ。で、ヤフープレミアムに入ってない方に関しては、通常のペイペイユーザーの方になるので10、10%付与っていうことになるんですよね。ここでかいですよね。セブンイレブンで決済して10、10%か20%か。まあ上限は決まってるところではあるんですけども、やっぱり還元率が高いところを選ぶのであれば、ヤフープレミアム会員っていうのはお得なんですよね。で、今度のね、このお得な2日間がまた開催されるんですけども、こちらもヤフープレミアム会員の方は、 25%付与で、普通の通常のペピユーザーの方も、まあ15%付与もかなりでかいじゃあでかいんですけども、やっぱりね、25%っていうのはかなり魅力的なのかなというふうに思います。で、それに加えて先日ちょっと動画にもさせていただいたんですけども、対象のドラッグストアで10%戻ってくるキャンペーンということで、これ3月の19日からスタートするキャンペーンとなってまして、還元率っていうのがご覧の通りとなっております。 通常のペイペイユーザーの方であれば10%付与なんですけども、Yahoo プレミアム会員の方であれば15%付与ということになります。これ、ここもまたでかいですよね。もちろんソフトバンクは4ルユーザーの方であれば25%付与なので、ここも魅力的なとこではあるんですけども、そうじゃない方の Yahoo プレミアム会員の方であれば15%付与っていうこともあったりするんで、やっぱりね、ペイペイと Yahoo プレミアム会員の相性っていうのはかなりいいのかなというふうに思います。まあ、通常時使ってもそんなにお得感は、そんなに大きなとこではないんですけども、 こういったキャンペーン時にかなりね 魅力を発揮するとこではあるかなっていう感じですねということで1つ目の PayPay 還元率アップについてでした次2つ目なんですけども Yahoo! ショッピングの還元率アップということですねまあここも結構強いんですよまあここにも出てる通り Yahoo! プレミアム会員なら毎日のお買い物で3%もらえるとまともとね T ポイントが通常の1%入るんですけどもストアポイントとしてですけどもそれに加えて PayPay ボーナスの2%が Yahoo! プレミアム会員に入っていればさらに還元されるということになりますで例えばなんですけども今こ こちらに出してる完熟王バナナチップスチョコっていうお菓子があるんですけども税込1250円ということで出てるんですがちょっとですね画面を下に下がっていただくとお得情報ということでこの商品を買ったら7%獲得っていう風に出ておりますでちょっと詳細を見るためにこのもっと見るっていうところですねタップしたらこれは僕自身の今現在の還元率が出ておりますで見ていただきたいのはここですねプレミアム会員特典のプラス2%ペイペイステップ24円相当ということでこれが 今お伝えしたヤフープレミアム会員ならではの還元率アップのところになりますなのでヤフーショッピングを使われる方とかあとペイペイモールとかですかねそういった方に関してはかなりねヤフープレミアム会員は、まあ、あってめちゃくちゃお得っていうわけではないんですけども還元率アップを狙うならかなり大きいのかなと思いますここで2つ目でヤフーショッピング還元率アップについてでしたで最後3つ目なんですけども雑誌野球かっこパバスケということでそれがこちらですねこのヤフープレミアム会員に入った場合まあ、他にも特定 点は結構あるんですけども一部の雑誌が読み放題であったりとかこれベースボールライブって出てるんですけども基本的にはパリーグのプロ野球を見ることができたりとかあとは B リーグバスケットのリーグも見ることができるっていう感じなんですよねまあ、僕自身が利用するのは真ん中のベースボールライブですね自宅に僕テレビを置いてないので野球も結構見たりするんですよでその時にパリーグ見たいなっていう時はこのベースボールライブを使ったりすることがありますこちらの3つに関しては僕なりのまヤフープレミアム会員のお得についてお伝えさせていただき たんですけども他にもこれがお得ですよというのはあるかなと思うんですけども主に大体この3つかなというふうに思いますということで本日お伝えしたことをまとめですまずセブンイレブンとペイペイジャンボこのキャンペーンについては3月の29から4月の27までのキャンペーンとなってますま抽、あ、選のキャンペーンとなってますんで当たったらラッキーかなみたいな感じで取り組むぐらいがちょうどいいかなと思いますで2つ目のヤフープレミアム会員が対象者限定で12ヶ月無料になるかもしれないということで ま、先ほどはその Yahoo トラベルについてのなんかページっぽかったんですけども、とりあえず、ま、ログインをしてみて、まあ、ご自身が対象かどうかっていうのを確認するのが一番いいかなと思います。で、最後は Yahoo プレミアム会員の入会にするための、ま、メリットみたいなものですね。まあ、先ほどお伝えしたように、とりあえず、PayPay のキャンペーン時の還元率アップ、Yahoo ショッピングの還元率アップ、 で、あとは一部の雑誌であったりとか、プロ野球であればパリーグ。で、あとはバスケットボールの B リーグ、そういったものが無料で見ることができるっていうことになってます。まあ、そんなこんなで今回は PayPay ペペのキャンペーン、そして Yahoo プレミアム会員について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、この Yahoo プレミアム会員に関しては、まあ僕自身もワイ m バイルユーザーなので、あまり特に関心はなかったんですけども、他のそのソフトバンクワイ m バイル以外を使っている方に関しては、まあかなりね、お得なキャンペーンとなってるのかなというふうに思います。まあ一部の 対象者限定になるとはいうことだったんですが、まあ、これが無料になるいわゆるその500円600円弱のお金が1年間無料っていうのはかなり大きいかなと思いますんでもしですね対象かどうかの確認については概要欄に一応今回のリンクも貼ってますんで詳細気になる方はぜひチェックしてみてください先ほどお伝えしたセブンイレブンとペイペイジャンボのキャンペーンのリンクも概要欄に貼ってますんでこちらも気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました